ようこそ統合システム運用管理 JP1 サイトへ。運用管理って何だろう。初めての方でも運用管理のイメージをつかんでいただけるよう、身近な例を挙げながら分かりやすくご紹介します。私たちの生活は様々なサービスで成り立っています。例えばコンビニエンスストアなどでスムーズに会計できる電子マネー、旅行や出張時に便利な列車座席予約、携帯電話のコンテンツダウンロードや、いつでもお金を引き出せる ATM などが挙げられます。これらサービスは今や私たちの生活には欠かせません。このようなサービスはネットワークで相互接続した多くの IT 機器とアプリケーションで構築された IT システムの上で動いています。私たちの生活に欠かせないサービスはノンストップが当たり前。サービスをストップさせないためには IT システムの安定稼働が必要であり、管理者は多くの IT 機器を管理しなければなりません。そこで IT システムの安定稼働を支援する運用管理が重要となってきます。運用管理といっても様々な種類があります。ここでは代表的な運用管理について6つ紹介いたします。まずはじめにサーバの監視についてご紹介します。メールやウェブサイトなど多くの IT システムはサーバ上で動いています。そのためサーバがストップするとビジネスもストップしてしまいます。ビジネスチャンスを失わないためにもサーバを監視して障害にいち早く気づくことが必要です。次に業務の自動化についてご紹介します。毎日実施する定型業務を自動化して効率化を図ることでコアビジネスに注力できます。次にネットワークの維持についてご紹介します。ネットワーク障害が起きると業務がストップし、ビジネスに大きな影響を与えてしまいます。ビジネスの基盤を強固にするためには安定したネットワーク環境を維持することが必要です。次にセキュリティ対策についてご紹介します。ノート PC やスマートフォンの紛失により社会的信用を失う情報漏洩事件が多発しています。情報漏洩を防ぐためには PC やデバイスにセキュリティ対策が必要です。次に IT 資産の把握についてご紹介します。未使用のハードウェアやソフトウェアが増えていくと無駄なコストが増大してしまいます。無駄なコストを省くためには会社の IT 資産を効率よく正確に管理することが必要です。最後にバックアップについてご紹介します。地震や落雷などの災害により重要なデータを損失するとビジネスに甚大なダメージを与えてしまいます。万一に備え日頃からバックアップデータを効率よく取っておくことが重要です。このように安定したサービスを維持するためには様々な運用管理が不可欠です。日々変化する IT システム全体を管理する上でこの他にも様々な種類の運用課題に直面しています。ここまでいくつかの運用管理について紹介してきました。この他にも様々な運用課題とその解決策を紹介しています。ぜひご覧ください。